バンビューレン軍はアメリカ合衆国ミシュガン州ローアー半島の南西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は76,258人であり、2000年の76,263人からほとんど変化しなかった。軍庁所在地はポーポー村であり、同軍で人口最大の都市はサウスヘイブン市である。バンビューレン軍は カラマズー・ポーテージ大都市圏に属している。バンビューレン軍の軍名は大統領になる前のマーティン・バンビューレンにちなんで名付けられた。軍創設当時はアメリカが州国国務長官であり、後にアンドリュー・ジャクソン大統領の下で副大統領を務めた。ミシガン州にはジャクソン内閣の閣僚の名をつけた軍が多く、バンビューレン軍もその内閣軍の一つである。 バンビューレン軍庁舎は、南ミシュンの著名建築家、クレア,アレンが設計した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1090.19平方マイルであり、このうち陸地610.86平方マイル、水域は479.33平方マイルで、水域率は43.97%である。軍領域の大半は農地であり、 その間に小さな町が点在している。隣のカラマズー郡に近い地域は、巡航外地化している。内陸の多くの湖の周りには、家屋が建てられ、年間を通じた居住者あるいは通常は、シカゴに住んでいる人のコテージになっている。ミシガン湖に近い地域は、観光が主要産業になっている。ポーポー側以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。 軍政府は、軍監獄の運営、地方道の維持、地方裁判所の運営、権利譲渡と定当権設定記録など重要記録の維持、公衆衛生規制の管理、福祉など、社会サービスの項目で州の施策への参加を行う。軍政委員会は予算を管理するが、法や条例を作るのは限定付き権限である。ミシガン州では、警察と消防、建設と区画割り、 税評価、街路維持など地方政府の大半機能は、個々の都市と軍区の責任である。サウスヘイブン灯台と南三橋ババーレン軍は、下記18の軍区に分割されている。ありがとうございます。